どんなピッチングするのかちょっと楽しみですよね。はい、私も詳しいことは分からないですけど、準公式と公式のボールって、はい、やっぱり違うと思うんでね、慣れるのに、そうですよね、はい、少し時間がかかることも考えられると思うんですけども、はい、初球は140キロ、アウトコースが決まりました。2球目148、最初の100、3球目、これもストレートです、150キロです。変化球バットに当てました。36キロ、曲がるような沈むような球でしたけども、球とそれから落ちる球がここまで投げています。まっすぐ打ってレフトです。追いつきました。ワンアウト。初球いった、バッティングファーストフェア、山田は最後落ちる球、空振り三振で3アウトです。あ、この回ツーアウトからランナーが出たんですけども、無得点に終わった6回の裏、イーグルスの攻撃でした。